トランプが何を目指すかっていうことです、はい、本当に1月の20日に就任できるかどうかはちょっとまだわからないと、それまでに何があるかもわからないし、暗殺とか反逆罪でねと捕まって牢屋に入れられるのか、大統領資格を剥奪されるとか、いろんなその裁判上のリスクがあるわけなんですよね。ただまあ彼が退いた後もJD バンスがいますから、まあ、彼はトランプの意思を継いでいくだろうと。だからマガは続くと。それで、まあ、あの山中さんおっしゃったように40代50代ぐらいのものすごい有能でやる気があって、そしてその五賢ですよね、アメリカのファウンディングファーザーズの精神に戻ろうっていう人たちがわっと来て、で今内閣っていうか、まあ、組織が出来上がってできているの でこのままいくと、おそらくトランプさんも2028年には選挙に出ませんって言ってるから、次はバンスか、まあ、誰か他の人になったとしてもですね、2032年ぐらいまでこのトランプの時代、 The Age of Trump ってある評論家が言ってましたけれども、これが続くんだろう、続くと全く新しい世界観、あの世界秩序も変わってくる。じゃあそのアメリカが何を目指すかっていうと、非常に古典的なアメリカンシステムっていうのがあって、でそれがジョージ・ワシントンの時代、それからアレクサンダー・ハミルトンとかね、そのアメリカが非常に成長した時の国の国民経済の政策っていうのがあって、でそれが4つあの非常に特徴的なことがあります。で第一に保護貿易主義です。だから今から中国に高い関税かけるぞっていうことを言ってるわけですよね。で自分の国に製造業を戻して自国産業を活性化して、まあ、労働者の所得を上げていくよ。それと基軸通貨ドル、これをあの非常に大事にすると。だから、まあ、関税で他国に高い、まあ、関税をかけてですね、そうするとまあ逆に我々日本にとっては輸入品の物価が上がってしまうんで、結局はアメリカは他国にインフレを輸出することになるんですよ。ドルが強いからね、あの自国には安い製品が入ってくるから逆にディスインフレになると。でこういうその基軸通貨ドルを使って関税をかけても自分たちはインフレにならないで他国にインフレを輸出するっていう、まあ、こういう保護貿易主義をやっていくと。から2番目が非常に重要なのは軍事力の強化、もう絶対的な優位性を確立する、自分たちは絶対安全だ、安全保障を確保する。から3つ目がですね、スマートインフラ投資っていうことで、今あの生成 AI とか新しいデータセンターをアメリカにたくさん作らなければいけないとか、そういう次 の産業構造、新しい産業構造に向けてですね、どんどんその生産性の向上を目指す動きが始まってます。で生成 AI だけじゃなくて、それを使ってどんなあのビジネスを創造して創出していくかっていう次のもう製造業が段階に入ってるんですね。これをやっていくと。で最後が連邦中央銀行政府の改革でしょう。これが非常に危ない、危ないっていうか、要するにこれやろうとするとみんな、リンカーンもそうですけど、 JFK のようにも狙われてあの命を落とすということなんで、新しい中央銀行構想っていうのがあります。でこれは我々が今まで見てきたの例の中央銀行デジタル通貨とは全く違うものです。ドルに代わって自国発行通貨をやるとか、あのケネディはちょっとやろうとしたって、ね、そうですね。でもデジタルの形にはなっているんだけども、ビットコインの話してますね、はい、ですからそういう、今もう暴騰してちょっと下がってきましたけども、うん、そういう全く新しい世界観と、うん、それから産業構造の変化ですね、うん、と新しい中央構造ということで、うん、どんどん世界が今変わりつつあるわけなんです、うん、そうですね。で私は1980年代のレーガンの時代と、うん、90年代のクリントンの時代、うん、アメリカにいましたんで、なんかそれを重ね合わせたような話がですね、うん、もう3年4年の間にガンガン進むんじゃないかと。で80年代のレーガンの時代、私ワシントン DC にいましたけども、当時はその日本が貿易戦争でいじめられてですね、うん、大変な時代でした ね。でそれが今度中国に対して起こるわけですよね、うんうん、90年代のクリントンの時代っていうのは IT 革命が起こって、うん、でインターネットハイウェイだとか、うん、ドットコムだとかものすごい流行ったじゃないですか、うん、で今度それが生成 AI っていうまた次元の違うレベルでやってくると、どん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 我々が当たり前だと思ってたことがもうアメリカでは変わりつつあると、うん、
でしかも今スマートインフラの話しましたけれども、うん、新しい生成 AI ので集めてきたデータ分析をガンガンしなきゃいけないからデータセンターをたくさん作るぞ と、うん、と電力はいるし水もいるし新しいインフラ投資が必要だ と、うん、と電力を起こすには石油とか、うん、まあ、ガスとかいろんなものを総動員して原発までやるって言ってるわけですね、うん、アメリカで復活するとか。だからそういう意味ではもう国家資本主義っていうんですか、国を挙げて国民経済をとにかく強くして強いアメリカマガですよね。そしてそれが主権国家として自分たちが主権を守るような形の外交をしましょうっていうことなんですよ。だからディールをしてお互いにちゃんと話し合ってですね、イデオロギーじゃなくて経済合理性を持って決めていきましょうっていう、それでも勝った負けたはあるわけでしょう。経済合理性に基づくいろんなディールは出てくるんだけれども、アメリカとしてはやっぱすごいそういう意味で国家金融資本主義っていうか帝国主義的なものすごい強い立場に立つっていう、まあそういう時代が The Age of Trump でですね、私は実現してくるんじゃないかなと。今あの組閣のメンバー見ててもですね、非常に有能ですよね皆さん。で軍隊の経験あるでしょ、うん、ある程度そういう非常に訓練を受けているし、それから知的な訓練も受けているし、政治家としての訓練も受けているし、ポットでの2世議員と違うんですよ、うん、あ日本の逆なんですよ。もう叩かれて叩かれてのし上がってた人たちが40、50でダーッとひな壇に並んでるじゃないですか。バンスさんがね典型的な例ですよねバンスさんですから、まあ、40になったばっかりでしょ、だからそういう人たちが俺たちが国を引っ張るっていうこのね力強いやっぱり、なんていうんですかね、エネルギーをね感じるんですよね。それはね羨ましいですね、はっきり言って。羨ましくなる。なるでも自分のね、じゃあ国日本にとってじゃあそれがどういう意味があるかっていうと、これはやっぱり厳しいから、我々もそれなりに若い有能な人をかき集めてですね対抗しないとダメだなっていうところなんですけど、じゃあその根幹にあるもの、何を我々は哲学として国を守るのかっていう、アメリカはほらちゃんと憲法っていうね、うん、それと今までのファウンディングファーザーズのやり方だとか踏襲してるじゃないですか。だから一旦もっとね原理原則に日本も戻ってやり直した方がいいんじゃないかなと、うん、日本の政治について言うと国際環境が全くこれから変わり、 G7 がなくなるかもしれないっていうのもそうなんですけれども、自民党とそれから日本のこの戦後の権力構造、うん、この正当性が全く失われます。そうですね。ね、はい、だからガラガラポンといえばガラガラポンなんだけど、うん、そこからじゃあ国民が本当に何をしたいのかと、うんうん、このままだと、まあ、中国に支配されますせと、アメリカが守ってくれるって本気で信じてるんですかとか、そこをもう一度日本の人たちがちゃんと目覚めて考えて、うん、自分たち何したいのかっていうのを一度腹落ちしないと。そうですね、で政治家にちゃんとそういうことを伝えないと、やっていかないとダメだと思う。聞くとため息出てくるけど、でもその通りですよね。アメリカばっかりいいって言ってもしょうがないんで、はい、もちろん暗い面もありますよ、うん、あの経済は一旦ものすごい落ち込むと思いますし、うん、これだけ舵を切ったら相当な、ね、あのリパーカッションっていうんですかね、うん、それはあると思うし痛みも伴いますからね、うん。